最近、地球愛情な状態であるように思います。1週間くらい前に、ペルーでマグニチュード 8.0 の大地震が発生しました。その後、特別大きな地震は起きてはいないですけれど、奇妙な地震が増えています。例えば、バルカン半島にあるアルバニアという地震がほぼない国で、短時間のうちに大きな地震が複数回発生したそうです。このアルバニアの地震そのものも珍しいのですが、この地震の発生日である6月1日の世界の地震の発生状況を見てみますと、普段は地震が起こらないような場所で随分と地震が発生していたことが分かったりもしました。図の中で囲みました中東からヨーロッパにかけて、1日でこんなに M3 ピリオド0以上の地震が発生するというのはあまり見たことのない状況だと思います。そしてカリフォルニアの群発地震、このタイトルにあります100万回というのは、2008年から2017年までのデータを最新の解析によって分析し直すことにより、180万回の地震が記録されていたというものです。実はこの10日間くらいの間に、このカリフォルニアの群発地震が激化している。例えば6月4日の CNN は以下のように報じています。米カリフォルニア州ミナベのジュルーパバレーで小さな地震が集中的に発生している。米地質調査所は3日、同地で観測された地震が5月25日以来432回に上ったと伝えた。地質調査所の専門家ロバート・グレーブズ氏によると、地震の規模を表すマグニチュードは 0.8 から 3.2 の範囲内で、揺れを感じる大きさの地震は数回程度だった。さらに少し前の5月21日にはカリフォルニアのサンディエゴでは地震ではない揺れが報じられています。地震ではない揺れは、現在地球を駆け巡っている謎の地震波とされている。最近のナショナルジオグラフィックの記事にその原因が分かったかもしれないとありました。これは決定した項目ではないが、その原因と考えられることに、インド洋の海底に新しい海底火山が誕生したことが分かったというものなのです。この誕生したと思われる火山は、謎の地震が広がった震源地付近であるマヨット島から東に約50キロ離れた海域の水深3200メートルに出現したのです。この火山の現在の高さは800メートルほどで、火山の直径は広いところで 4.8 キロと計測されまして、これは観測史上最大級の海底火山活動なのだそうです。現段階では地球を駆け巡っている謎の地震波は、この誕生した海底火山の活動によるものではないかとされているのです。仮に地震波の発震源はその海底火山だったとしても、なぜ地震波が地球全体を走り巡るのかについてはどうも疑問が残ります。どれだけ大規模な地震でも、地震波がそんなに大規模に地球全域を駆け巡るということはないと思うのですが、そういうところからもこの謎の地震波の問題は、その海底火山に限定されたものではなく、もっと何か地球単位での地質活動と関係している可能性はないのだろうかというようなことを思ったりもします。なお、この地球を駆け巡る謎の地震波が出現したのは、データからは2018年5月で、それ以前にこのような謎の地震波は地球では観測されていません。ということは、この最近の1年ほどの間に急速に何かが変化してきたということは言えるのかもしれません。通常の火山の活動もペルーの大地震以来大変に活発になり続けています。近年最大級の噴火となっている火山が多いのです。6月3日はメキシコのポポカテペトル山が、噴煙の高さが 11.3km に及ぶ近年最大の噴火を起こしました。各地で大きな噴火が発生していますが、5月には次のような噴火が起きています。
どうも最近は一般的な地質の概念からは想定しにくい事象が多くなっているようです。今地球ではいろいろなことが進行しているのだということがわかる。